なんだよ、結局お金も手に入らなかったし、時間の無駄だったな。ほんとそうですよね。脱出の鍵もなかったしな。え、もしかして脱出の鍵を探すために違う牢屋入ったの？だってわざわざ別れてるってことは二つのどこかに鍵があるってことでしょ。そんなことなら早く言ってよ。協力するのが嫌になったと思ったじゃん。うちの場所にも鍵がなかったってことは、もうここから出るのは無理なのかな。あ、みんな下行かない？まあいいけど。ソラッチーさん、それ鍵？脱出の鍵っぽいもの見つけちゃって。え、じゃあ早くみんなに言わないと。いや、でもこの鍵の存在のこと言ったらみんな仲間割れしちゃうよ。確かにそうだね。ねえねえ、ソラッチーさっきからなっちゃんと何話してんの？いや、なっちゃんに一目惚れしちゃって。え、告白したの？え、告白？あの付き合うことになりました。本当に？ソラチーおめでとう。お似合いだよ。なっちゃんがソラチーに取られた。確かにお似合いだから仕方ない。とにかく刑務作業が何なのか聞こうよ。マナブくん！おやおや、もう刑務作業がしたいなんて、意外に君たち働き者？まあいいや、刑務作業っていうのはドミノ直し1000個完成するまで帰れませんだよ。1000個無理だよ。ねえ。いやいや、そこシンクロしない。ほんと兄弟みたいなんだから。でもさ、みんなで協力して並べれば一人150個くらいで終わるんじゃない？頑張ろう。よっち、邪魔しないでよ。もちろんみんなに協力するよ。私がドミノも頑張って完成手前で脱出してみんなのために1000万円手にしたら、よっちりっちゃん私のこと褒めてくれるかな？ドミノ倒し1000個完成するまで帰れません。スタート。ちょっと休憩するわ。私も。おい、分かりやすいわ、あいつら。ごめんなさい。みん
なのためだと思ったんだけど、私やっぱり嘘つけない。